知らない場所に来ると緊張しますね。で、今なんでこんなに笑顔かっていうと、実はですね、自転車買いに行きました。めっちゃ嬉しいですよ。なんか42歳にして自転車買うのに喜んでます。私もね、まだ行ったことはない場所なんですけども、インターネットで調べてね、なんか着きましたね。かなりでかいですね。ここです、 BOC バイシクルセンターということで、ここの中にね自転車がいっぱいあるようですね。で、隣がなんかキャンピングセンターですかね、アウトドアとかなんか売ってるようです。では入っていきたいかなと思います。じゃあね、いい自転車に巡り合えるといいかなと思います。では、あ、これ結構お手頃サイズやな。こう本当にいろんな自転車がいっぱいあって、で、また自転車をね練習して使えるコースもあるんですよね。人がいたのでね、あんまり撮影できなかったんですけども、これ買うことに決めました。多分ここにね2時間半ぐらいいて、いろんな自転車試してこの色気に入ったのでね、値段もお手頃だったんでこれを買うことにしました。で、今担当者の方がねチューナーしてくれてますね。本当に良かったです。本当に喜びが出てきましたね。自転車調整をしてもらってるので、私はその間にね支払いを済ませに来ました。買いましたよ。お店に許可取ることができなかったんですけども、ここの自転車屋さん本当にサイクリングに適したお店で、いろんなパーツとかが売ってましたね。チューナーアップついに終了で、レジに持って行っています。自転車購入しました。めっちゃいいですよ。おお自転車今日なんですけども、早速自転車でサイクリング行ってみたいかなと思います。いやー気持ちいいね。これ右曲がんねやろか。自転車舐めたらダメですね。まだ20分しか走ってないんですけど、あと30分もあります。ちょっと休憩したいかなと思います。ドイツ本当にサイクリングする人いっぱいいて、
サイクリングコースとかもあって、でこういう感じでね休憩できる場所があるんですよね。で私もここでコーヒー飲んで少し休憩しました。1日じゃ物足りなかったので次の日も、確かあのエレベーターで降りるところもあるんですけど、お自転車はダメだって書いてありますね。これ、階段で降りてったらいいのか、エスカレーターダメなんやね。よし、自転車持ちながら、自転車持ちながら、電車に乗ります。ついてきた。電車の時刻見てきたらよかった。20分に1回ぐらいしかないみたいですね。時もあれなんやろか、持っておるやんといかんのかな。あ、そうか、あっち行ったら階段があるんやね。あ、電車から降りました。30分ぐらいかかりましたね。なんか他の人たちも電車でこんな感じ、電車で自転車で旅する感じですね。いいですね。腹ごしらえね。パンかなんか食べようかなと思います。自転車旅おもろいねこれ。マジで。いいわ。とにかくドイツサイクリングする人めっちゃ多いですね。みんな本格的に自転車用のスーツっていうんですか、なんかタイツみたいなの着て本格的に、まあ、僕からすると本格的にやってる人たちがいっぱいいて、本当にねサイクリングしてる時に道中で他の電車乗ってる人とこんな感じでねすれ違うんですけど、たまに挨拶したりしてサイクリングを楽しむって感じですね。本当にサイクリングに適している街だなって思います。ここから約2分間ぐらいなんですけども、サイクリング動画になっちゃいます。本当に気持ちよかったですよ。天気もただね、サイクリングやってない人がいきなりサイクリングすると足が本当に疲れますね。これね、たがたがサイクリングと思って軽く見たらダメです。結構足腰鍛えられますね。
坂道があったのでバテてね、水飲んでたんですけど、また再開して自転車こぎ出しました。目的のね場所があってそこまで向かってるんですけど、まあ途中で朝食とるかなと思って街中に入ってね、カフェを探して見つけたんでね、そこに行ってみました。とりあえず腹ごしらえですね。はい、ということでね、お城行ってみたいかなと思います。撮れてるかな、撮れてるね。おー、ハロー。おこういう場所で住めたらいいですね。
チさんがいっぱい。すごい蜜を食べとるんやねこれね。なんとか刺さんといてくれよっていう感じなんですけど。